武田幸雲祭源氏2年2月4日は、幕末の武士、水戸藩の天狗党の首領、名は正尾、通称は彦九郎、郷は女雲、遺械は造成四位、には伊が守る、松原神社の祭神、靖国神社合祀。武田幸雲祭の家系は、生は源氏の一つ、川内源氏の傍系である後部氏の一族であるという。後部氏は、 室町時代後期に改修後、武田氏を補佐する守護代となり武田氏に滅ぼされた一族のほか、戦国時代の会、武田氏家臣となった一族や、武田一臣として存続した一族が知られる。後部氏はもともと武田氏と同じ会源寺であるが、祖は武田氏とは別流の小笠原氏であった。しかし、隕石関係によるながりのためか、幸運祭は武田信玄の末裔を称して、 武田政に改めた。祖先とされる、後部勝氏が、紅葉軍艦において、関心とされていたため、この加盟を嫌ったことから藩主、成明の許しを得て、武田政への復製をしたという。水戸藩氏、後部勢族の子として生まれ、後部聖望の養子子となった。文化十四年、家督を継ぐと同時に、武田氏に改正。戸田田太夫藤田東子と、 並びみとの三田と称される。徳川成明の藩主擁立に尽力した功績などから、天保11年には賛成に任じられ、水戸藩の藩政に参与した。しかし、高下元年、成明が幕府から隠居禁止処分を命じられると、これにも反対したため、幸運祭も連座で禁止となった。慣営2年、成明の復帰に伴って、再び藩政に参与し、 安政三年には失政に認じられた。そして、成明の尊能上誘導を支持し、成明の反省を支えた。しかし、万栄元年、成明が病死すると、水戸藩内は混乱を極め、幸運祭も反省から遠ざけられた。幸運祭は、成明死後の混乱を収集しようと、各派閥の調整に当たったが、混乱は収まらなかったばかりか、現時元年には、 藤田小四郎が天狗党を率いて挙兵してしまう。幸運祭は小四郎に早まった行動であると痛めたが、小四郎は、成明時代の後進である幸運祭に、天狗党の首領になってくれるように要請する。幸運祭ははじめ拒絶していたが、小四郎の熱望に負けてやむなく、首領となった。天狗党は、成明の子で当時は、京都にいた、 徳川義信を新たな水戸藩主に据えることを目的としていた。そして、八百名の将兵を率いて、中仙道を進軍したが、鶴ヶで幕府軍の追悼を受けて降伏した。降伏すると、簡単な取り調べを受けた後、小四郎と共に斬首された。去年63。その後、妻、け、幼児を含む二人の子、少女や幼児を含む四人の孫も、 水戸で、斬首刑となった。幸運祭は、成明の影響を強く受けた、尊能上位派であったが、過激な上位には、消極的だった。天狗党の首領とされた時、彼はすでに死を覚悟していたらしい。墓所は、水戸市所在の妙雲寺にある。また、斬首された、天狗党員353名と共に埋葬された、墳墓が、福井県鶴ヶ島津島町にあり、 武田幸運斎頭部の名称で国の史跡に指定されている。ありがとうございます。